広島カープさん、とんでもない打線で首位に立ってしまう。これで勝ってるのほんま草。秋山落ちすぎやろ。ホームランどないなっとんねん。チーム最多ホームラン後で草打率も低いし投手全く怖くないやろ。2割打線ほんま草。荒いマジックやな。こんなん失速するに決まっとるやん。今までのカープはできすぎだよはっきり言って。よくこれで勝ててるな。この時期に3番が打点34だとそよぎみたいだな。カープって何がそんな強いんや？投手力？そんなええか。どこだいかが4人もいて草で1番打率低いやつがタイムリー2本っておかしいわ。大事なのは今の調子やから阪神も見た目より期待できるぞ。てか今年は打低すぎてな。どこが首位でもパッと見不思議になるやろ。2割豊かて言うて2割7分とかが並んでんねやろ。思ったら割と想定以下やった。こんな低調打線やったんか。今の広島打線って西川と菊池がいない状態だからそりゃ見栄え悪いよ。阪神で言うと近本中野、横浜で言うと桑原牧が同時にいない感じ。リーグ平均 OPS0.662、 広島チーム OPS0.662、 超平均的打線。広島はセリーグそのものってことか。野球が上手すぎる。広島打線は打たないときはマジで打たないからな。誰か一本ヒット打ってスイッチが少し入る。味方投手が打たれたらヤバいと思うのか。失点直後からは大体スイッチ入る。